ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ始めるわよ。結果をか、メルルさん、用意したアトリエの使い心地はどうですか？何か足りないものがあったら言ってくださいね。はい、とても使いやすいです。機材も十分揃っていますそれなら良かったです。それにどうやら楽しんでもらえているみたいですしね。はい、こうやって私一人のアトリエって新鮮なんです。今まではずっとトトリ先生と一緒だったから。それにこうして街を発展させるのも久しぶりだから楽しいですね。今までにもそういう経験があるんですか？私が言うのもなんですが、よく許可が下りましたね。こういう発展事業ってそんなに簡単には許可が下りないと思うんですけどそうですね。私の場合、父がその許可を出せる立場にありましたからね。錬金術を続けたいなら国を開拓して成果を出すことが条件だったんですよ。メルルさんのお父さんってすごく偉い人だったりします？はい、元国王です。王様ですか？ということはメルルさんもお姫様だったんですか？元ですよ、元。今は合併して共和国になっているので王族なんていません。だから今の私はただの錬金術師なんで、そんなにかしこまらないでください。わかりましたけど、いくら元とはいえそんな方が旅に出てよかったんですか？私にできることは全部やりきったので大丈夫ですよ。まだ合併したばかりで大変な時期だから、いても変に気を使わせてしまうだけだと思いますし、それにこれから何をやっていこうかと思ってたので、旅に出るにはちょうどいいタイミングだったんですよ。そうだったんですか。てっきり錬金術師としての修行の旅なのかと思ってましたそれもありますけど、これまでは錬金術を続けるために必死で頑張ってただけなんです。だからこれから錬金術とどう向き合っていくか考えたいんです。ここにはたくさん錬金術師がいることだし、何かつかめると思うんですよ。素晴らしいと思います。これからもよろしくお願いしますね。はい、しばらくの間お世話になります。こんにちは、ユーディさん。一つお聞きしてもよろしいですか？あ、ネルキさん、いらっしゃい。どうしたんですか？未来に行ってしまった時のこと詳しくお聞きしたいんです。ずっと気になってて。え、いいですけど、何から話せばいいかな。まずは一番驚いたことをお聞きしたいです。200年も経つと全然違うんじゃないでしょうか？一番驚いたことか。そうですね、
それならやっぱり私が住んでたライフ村がなくなってたことかな。え、村がなくなっていた？そうなんですよ。未来の世界で目を覚ました時、自分のアトリエもその周りも全部廃墟になっちゃってました。その時は何が起きたのか全然わからなくて、ものすごく焦って、それで通りかかった人に聞いたら、そんな村はないって言われて、どうも200年の間に住民がみんな出て行っちゃったらしいんですよ。そんな、どうしてそんなことに？私もいろいろ調べてみたんだけど、近くに大きな町ができたのが原因だったみたい。ライフ村も錬金術のおかげでそれなりに栄えてたんだけど、研究するためのもっと大きな町が建てられて、人がそっちに集まるようになって、ライフ村のみんなも商売のために移住しちゃったんだって。それは寂しいですね。大切な故郷なのに。でも200年も経てばそういうこともあるかなって。驚きはしたけど寂しいって感じでもなかったかな。ごめん、なんか締めっぽくなっちゃいましたね。さ、次はどんなことを聞きたいですか？それでは一番苦労されたことは？やっぱりお金のやりくりかな。初っ端から借金を背負うことになっちゃって、こんな感じですかね。大変な経験をされてきたのですね。興味深いお話ありがとうございました。いいえ、また何か聞きたいことがあったらいつでも聞きに来てくださいね。これだけ甘ければ十分かな。でもこの間のも同じくらい甘かったような。どうすればいいのかな、わからなくなってきたよ。リオさん、また人参のことを考えているのですか？え、どうしてわかるんですか？私一言も人参なんて言ってないのに。ネルケさん、もしかしてすごい能力の持ち主なんじゃ。いや、わかりますよ。リオさんが人参以外の話をすることって少ないですし、そもそもリオさんと私って錬金術と人参の話くらいしかしたことありませんよね。言われてみればそうですね。私は人参大好きですから。ところで何かお悩みのようでしたが、もしかして新しい人参についてですか？はい、実はどんな人参ならフィリスさんが食べてくれるかなって考えてるんです。あれからいろんな人参を持って行ったんですけど、結局どれも食べてもらえなくて。フィリスさんは相当野菜がお嫌いなようですからね。今度はどんな人参を持って行かれたんですか？普通の人参とか巨大二股人参だと嫌そうでしたので、フィリスさんが気に入りそうな形のものを持って行きました。可愛い形の人参とか、もっと綺麗な色の人参とかですね。へえ、いろいろと試していたんですね。今度は食べてもらえたのですか？いいえ、どれも人参だから嫌って断られちゃいました。それぞれ味も違ってとっても美味しい人参なのに、人参は人参だとまで言われて、しまいには私と会わないようにここ最近ずっと避けられてしまっているんです。それはかなり難航してますね。でも私は諦めませんよ。絶対フィリスさんにも人参を食べてもらいます。そして絶対に人参の素晴らしさを分かってもらいます。なんだか少し強引な気もしますが、このままにしておくのはまずいかしら。だからこれを材料にしたの。そうしたらここの問題が解決できるでしょ。こういう方法もあったのか。ありがとうビーゼ、勉強になった。お役に立てたのならよかった。これでうまくいけばいいんだけどね。ここから先は
俺次第だな。頑張って材料を集めてくるよ。頑張ってね。また困ったらいつでも相談してね。クレインさん、その様子を見ると研究の方はどうやら順調みたいですね。ネルケさん、おかげさまで悩んでいた問題が解決できそうです。よかったですね、クレインさん。ビーゼさんもありがとうございます。いいえ、困った時はお互い様ですから。それに内容が内容ですからね、放ってはおけませんよ。本当にビーゼに相談してよかったです。ビーゼの世界と俺の世界は似てるみたいで、それでなんとか俺にもできる調合方法が見つかりそうなんです。それに同じ道具を調合したことがあったので、私も一緒に解決方法を考えられましたから。よかったです。それでレシピはできそうですか？レシピ自体はもうこれで完成です。あとは材料を集めて調合をするだけですね。もうそんなに進んでいるなんて。これならもうすぐ解決できそうですね。はい、こんなことならもっと早く他の人に相談するべきでした。大事なのは完成させることなのに、自分一人でやろうとしすぎて。でももう大丈夫でしょ。ぜひ完成させてくださいね。はい、待ってろよリータ、あと少しで楽にしてやるぜ。その言い方だとなんだかリータのことを倒そうとしてるみたいだよ。うまくいきそうでよかったです。そうですね。そうだ。ありがとうございます。こちらをどう。
ちょうどいいところに。マリーさん、その様子もしかして。そうなんです、ついに試作品が完成したんです。それは良かったですね。でもまだ完成したわけではないですね。ええ、とりあえず形にして動くかどうかだけを確認した状態です。それでちょうど今からもっと細かい確認をしようと準備をしていたところだったんです。そうだったんですか。ちなみに今はどこに？これです、名付けて生きてるゴミ箱かい。おお、これが。でも生きてるゴミ箱かいって？シャルロッテから聞いたレシピを改良したものですからね。発案者への敬意を表してこう命名したんです。なるほど、そういうのって大事かもしれませんね。早速動かしてみますね。掃除を始めてちょうだい。おー、自動で動いています。しかも拭き掃除もしてくれるなんて。ええ、そこにモップをつけたんです。拭き掃除もやってくれた方がいいですもんね。本当につけたんですね。順調、これなら大丈夫ね。あれ、何の音だろう。マリーさん、あのゴミ箱かなり大きなものまで吸ってませんか？え、嘘、ちゃんと大きさを調整するフィルターをつけてるはず。うわ、まずい、フィルターが吸い取られた。大変ですよ。調合したばかりの薬が、そんなものまで吸っちゃダメ。そっちはネリケさん、止めるの手伝って。あっちの方には爆弾が置いてあるから、もし薬と混ざったら大変なことに。わかりました。ほら、ここから先に行っちゃダメですよ。このゴミ箱すごい力です。こら、服を引っ張らないで。どうしよう、早く止めないとこのままじゃ何もかも吸い取られちゃう。ちょっとまずいですって。お願いだから止まって。この後、生きてるゴミ箱カイを止めた二人はアトリエの片付けで一日を終えてしまうのでした。お邪魔します。ネルケ様、ユーリー様がお見えですよ。すみません、いらっしゃい。ユーリーさん、どうしたんですか？元気ないみたいですけど。すみません、少し考え事をしていました。以前ユーリーさんのお話を聞いてから悩んでいることがあって。私の話？何か変なこと言っちゃったかな。ユーディさんの故郷が200年の間になくなってしまった話のことです。ああ、そのこと。でもそれでネルキさんが悩む必要なんてないですよ。いえ、決して人事ではないなと思ってしまうのです。この場所も皆さんの協力のおかげで発展をしています。ですが将来もっと魅力的な場所が他にできたら、ここから人が出て行っていつかは衰退してしまうのかなと。それは今考えてもしょうがない気もするけど、今は全力で発展させていくしかないんじゃない？それはもちろんです。でも将来のために何かできることはないのでしょうか？今のうちに手を打っておけば、ここも長く栄え続けるのではないかと思うのです。そっか。それなら私も何か考えてみるね。え、ユーディさんがですか？実際に体験した私だから分かることもあると思うし、この場所がずっと残り続けられるようなアイディア考えてみるよ。そんな、ユーディさんに時間を割いていただくわけには。いいのいいの、私だって今はここの住民なんだから。
ヒューディーさん。わかりました。何か思いついたら、ぜひ聞かせてください。うん、任せてよ。ネルケさん、先日はクレイのことでいろいろとお世話になりました。おかげさまで調合のコツがつかめて、材料集めもすごくはかどってるみたいですよ。あと少しで調合できるみたいです。そうでしたか。解決できたみたいで一安心です。それにしても材料集めを一人でやろうとするなんて思いませんでしたよ。あれくらいなら私も手伝えるんだし、もっと早くに相談してくれたらよかったのに。私に関係することなんだから余計にそう思いますよ。え、もしかしてリータさんはクレインさんが何を作ろうとしているのかもう知っているんですか？はい、この間問い詰めたらようやく教えてくれたんですよ。まさか私のために頑張ってくれたなんて。ちゃんと言ってくれればよかったのに。ま、黙って何とかしようとしてるのもクレインらしいなって思うんですけどね。そうですね。だからこそ無茶はさせたくなかったんだと思いますよ。まあそうなんですけどね。けどよく話してくれましたね。どうやって聞き出したんです？ビーゼのところに研究の相談に行ってた時は、だいたいいつも疲れた顔で帰ってきてたんですよ。けどある日クレインが上機嫌にビーゼのとこから帰ってきたんで、こう言ったんです。最近楽しそうだねって。そしたら慌てて教えてくれたんですよ。なるほど、それなら話しますね。今はちゃんと2人で材料集めしてます。あともう少しで全部集まりますよ。そうですか。それじゃあ楽しみに待ってますね。はい、できたら報告に行きますね。休憩から戻りました。フェルトさん、すごく息切れしてますけど大丈夫ですか？すみません、ちょっと剣の稽古をしていたんです。おかげで一汗かけました。全然休憩になってませんよね。それに、なんで稽古を？俺は剣を振っているのが一番性に合うんですよ。錬金術はどうも苦手で、それにもし何かあった時のために鍛えておかないと。もうあの剣は使えないので。あの剣？以前まで使ってた剣のことです。いろいろあったからもう使うことはできないんですよ。それで新しい剣を試してるんですけど、どうにも馴染むやつが見つからなくて。以前使っていたのは特殊な剣だったので、普通の剣じゃどうも馴染まないんですよ。だからまずは一度慣らすために剣を一つに絞って振り込んでいるんです。そうしておかないと戦う時に対応できなくなりますからね。あ、わかります。私もフェルトさんほどではないですけど、剣を新調した後は鳴らすのに時間がかかります。重さだけじゃなくて重心とか質感とか結構変わりますもんね。それに俺の剣は特別な力を持っていたんです。だからつい剣自体の力に頼ってしまっていた部分があったんだと思います。それもあって冒険して強くなった自信はあるんですけど、俺一人じゃ無理だったとも思ってて。だからもっと鍛えてあの剣に誇れる自分になりたいんです。なるほど。でもほどほどにしてくださいね。あまり無理するとビーザさんも心配しますよ。そうですね、気をつけます。ネルケさん。これで人だ。
んにちは。やっほそうするとこっちか。マリーさん、まだ生きてるゴミ箱の改善案について考えてるんですか？はい。この間は失敗しちゃったけど、やっぱりこれって役に立つ道具だと思いますしね。納得のいくものができるまで何度でも挑戦あるのみですよ。マリーさんって失敗したとしても全然落ち込んだりしないんですね。最近はあんまりないけど、昔はしょっちゅう失敗してましたからね。このくらいでいちいち落ち込んでなんかいられませんよ。失敗は成功の母、次につなげることが大事なんです。失敗を次につなげるですか。確かにその気持ちは大事ですね。そう、錬金術師にとって、作り手にとっては何かを完成させるのが一番重要なことだと思うんです。待ってくれている人たちのために頑張って早くゴミ箱を完成させないと。マリーさん、頑張ってください。ところで、待ってくれている人たちって？ええ、この道具は錬金術師にとって夢の道具ですからね。それはどういう…マリーさん、調子はどうですか？お、来たね、ソフィー。残念だけど、まだできてないよ。そうですか。ああ、早くできないかな。あともう少しだと思うから、楽しみに待っててよ。わかりました。私に手伝えることがあったら何でも言ってくださいね。楽しみだな。こんにちは。マリーさん、例の道具ですけど。おや、アーシャも来たか。悪いんだけど。はちゃー、やっぱり失敗しちゃってましたか。ソフィーちゃんがすごくしょんぼりして出てきたので、そうかもとは思ったんですけど。ごめんね。ちゃんとできたら教えるから、もう少し待っててね。はい、楽しみにしてます。それじゃあまた来ます。ね？皆さん、すごく楽しみにしていたんですね。びっくりしました。まあ、錬金術師って片付けるの苦手な人も多いですからね。かなりの数の注文が来てるんです。そんなわけで、私は完成するまで頑張りたいんです。みんなの喜ぶ顔が見たいですから。なるほど。マリーさんらしいですね。頑張ってください。私も応援しています。
この道具が完成したらミスティの負担も減ると思いますしね。あ、そう言われたらますます頑張る気になってきた。よし、絶対完成させるぞ。人にそう無理に食べてもらわなくてもいいのでは？なぜビオさんはそこまで人参にこだわるのですか？だって人参がない人生なんて私には考えられないから。それに自分が大好きなものが人から嫌われてるとなんだか悲しい気持ちになってしまいます。だからこんなにこだわってるのかもしれません。なるほど、そういうことなら仕方ありませんね。ビオさん、どうすればフィリスさんが食べてくれるか私も一緒に考えますよ。いいんですか？はい。確かにビオさんがおっしゃる通り、自分が好きなものが嫌われるのは悲しいですからね。ありがとうございます、ネルケさん。それで何かいい方法はありませんか？すみません、それはまだ。ただ少し思ったのです。人参を好きなのはわかりますけど、時には引いたり譲歩したりすることも大事だと思うのです。すみません、それはまだ。ただ少し思ったのです。リオさんはお相手の気持ちを考えたことはありますか？とは言われても人参は人参ですから。人参がフィリスさんの好きなものに変わってくれるわけでもありませんし。あ、そうだ、その手があるじゃないですか。フィリスさんの好きなものを作るんですよ。え、どういうことですか？つまりですね、人参をフィリスさんの好きなものに変えてしまえばいいんです。ビオさん、そういうものって作れますか？なるほど、この手がありましたか。はい、これなら私作れますよ。じゃあできたら持ってきてください。ここでフィリスさんにお渡ししましょう。わかりました。よし、頑張るぞ。まさかあそこまで苦戦するとは思わなかった。別の方法を考える必要がありそうだな。ごめんなさい、私のせいで。リータのせいじゃない。俺がちゃんと力を使えなかったから。お二人ともどうされたのですか？困っているなら私に話してください。あ、ネルケさん、大したことじゃありませんよ。ならいいのですが、もしかして材料集めの件ですか？実はそうなんです。魔物が強くてどうしても倒せなくて。いつもの俺たちなら倒せるんですけど、この環境だとそうもいかなくって。そうだったのですか。でしたら私たちにも手伝わせてください。いいんです、ネルケさん。ネルケさんはこの場所に住んでいる人たちのために頑張るべきです。それにこれは私の問題ですから。ですけど。すみませんが、これは俺たち自身でやらせてください。ここに来てからずっと周りの助けを借りてきて、なんとかレシピを完成できました。でもそれに甘えてちゃダメだと思うんです。この程度の敵相手につまずいてちゃ自分たちで帰ることなんてできませんから。それにクレインと二人で話したんです。あとは自分たちでやりきろうって。つまらない意地を張っているのは分かってます。でもこれは俺たち自身にやらせてください。そうですか、分かりました。
われても心配だな。でも材料もわからないし、どうすればいいんだろう。どちらになさいますか？